いただきました黒潮ビューの皆様によりますよさこいソーランです。よさこいソーランとはもうご存知の、ね、皆様もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。高知県で行われている四国三大祭りの一つよさこいソーラン祭りと北海道の民謡であるソーラン節を融合させたよさこいソーラン祭りにて誕生した新たな伝統文化の踊りです。黒潮ビューの皆さんは銚子の秋の名物市として毎年11月に開催される黒潮よさこい祭りのオフィシャルよさこいチームでいらっしゃいます。やるからには上を目指すをモットーに来年はなんと北海道で行われるよさこいソーラン祭りに80人体制で参加しファイナルに残れるようにと日々練習に励んでいらっしゃいます。さあ本日皆様にご覧いただきます演目はサムライとクールスパイラルです。調子を背負いながら本日この舞う姿に魅了されたお客様が一人でも多くの方々が調子に訪れてくれますようにと祈りを込めて踊ってくださいます。では会場の皆様大きな拍手を持ってお迎えください。黒潮ビューよさこいソーランどうぞ。黒潮ビュー入場。はい、会場の皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。本日はですね、2曲踊らせていただきます。まず1曲目に、披露する曲はサムライという曲です。これはですね、無言で気迫のみで皆さんを圧倒させるという曲になっておりますので、声はないかもしれませんが、ぜひですねこのサムライの良さ、この黒潮ビューの気迫をですね感じていただければと思います。全身全霊全力全開で踊りたいと思います。よろしくお願いいたします。黒潮ビュー侍いざ。Glory, glory.
直れ。